それでは続きまして本日与えられている聖書の箇所をお読みいたしますえ本日の聖書の箇所はコリント・ビテイの手紙第 2, 章第2編第12章の7節から10節となっておりますコリント第2の手紙12章7節から10節をお読みいたします その刑事の素晴らしさのためのその刑事の素晴らしさのため傲慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられましたそれは私が傲慢にならないように私を撃つためのサタンの使いですこの使いについて私から さらせてくださるようににと私は三度主に願いましたしかし主は「私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからである」と言われましたですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで 自分の弱さを誇りましょうですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱苦悩迫害困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。アメン。え本日はこのの聖書の箇所より 本日はこの聖書の歌所より「人の願いを超えて」というタイトルで笹川、えー、正弘牧師にメッセージを取り次いでいただきますよろししくお願いいたします。 はじめにお祈りさせていただきます天の父なる神様主の御声に声を傾けるこの時を感謝いたします今よく耕された畑となって御言葉を待ち望みますどうか主の助けによって豊かな実を結ばせてください 主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン <laughs> え先ほどご紹介にあつかりました、えー、ニューヨーク恵み教会の笹川正弘と申します今日はえよろしくお願いいたします、えー、この教会にはあの三年前にですね、えー、お邪魔させていただきました、えー、その時礼拝終わった後の交わりで えー、撮った写真がこれ、えー、ですね、えー、この時はまだコロナ真っ最中で、えー、ちょっとねあのなかなか教会にも足を運びづらいというような時だったと思いますけれども、えーまあ、この時、えー、まだいらっしゃらなかったあるいはこの私今日初めて見るという方どんくらいいらっしゃいますでしょうかはいポツポツとはい <laughs> ありがとうございます。 でえー、今日は最初にですね、あのー、ちょっと詳しい自己紹介と、えー、ニューヨーク州で普段行われている、えー、活動についてのご報告をこの機会に少しさせていただきたいと思います。で私たち家族は、えー、1993年から97年まで当時は駐在員として、えー、この教会の教会員として、えー、生活していました。えー、これちょっと コスプレなんですけどあの当時の私の家族ですね膝の上で笑っているのがニュージャージーで生まれた末娘あのこれ確かね、えー、フロリダのディズニーリゾート行った時にあのこういう衣装着てね、えー、写真撮ってくれるっていうのがあったのでそれで撮ったんですがこれおすすめしますねあの、えー、いい思い出になると思いますねどっかリゾート行ったらこ,これやるといいと思います、えー。コスプレじゃない写真がこれですね でそしてあれからですねおよそ本当に30年の月日がたって2021年都米直前の様子がこれですね、うんえー、当時私たちと一緒にいた方はあ大きくなったなと思うと思いますが、えー、子ども3人社会人になりまして、えー、本当にね、えー、親ばかじゃないんですけどねいい子どもたちなんですけど。 結婚に興味がないんですねで特に娘たちはですね日本ってこうクリスチャンの男性少ないのでもう諦めちゃってるところがあるのでどなたかねいい方がいたら紹介してほしいなと思ってるんですけど私たちが若かった頃は違いましたねなんかやっぱり結婚に憧れてましたね。でこれ、えー、私たち夫婦が出会う前の写真ですね。あの 妻のの方はこの頃モテたらしいですねでもなかなかいい相手が見つからずまあ私はそんなにモってってなかったですけどもやっぱりこうねいい結婚相手が欲しいなと思ってまあ神様の導きの中でこう結婚してですねで結婚2年後に駐在員として渡米してダラスにしばらく行ったんですがその後このニュージャージー に移ってきてき錦織先生が牧会を始めたばかりの頃に帰国しましたで帰国した後あの、まあ勤めていた会社を辞めてですね東京キリスト神学校という神学校へ行ってその後神学校を卒業して新潟福音教会というね教会で16年間牧会しましたまた、あ、この献身の際のねいろんな葛藤というのはね3年前にちょっと少しお貸しをいたしました。 で新潟でで暮らす間です間ね子供が自立して、えーまあ、今度は夫婦2人きりでアメリカにねこう赴任したんですけれども、えー、実はですね、えー、妻の百合子があの昨年一時帰国したときにちょっとこう腎機能腎臓の機能が落ちてるっていうことが分かってでこれはちょっとあのケアしなきゃいけない。 っていうことでアメリカだとすごく医療費がかかるのでねそんなこともあって自覚症状はなくて元気なんですけれどもずっと日本にいるんですねそれ以来私がちょっと単身赴任となってます。でただ百合子は基本元気なのでオンラインで離ればれですけれども共同奉仕みたいなね、まあ、そんな、えー、形に今なっています。 でニューヨークの方の教会の様子なんですけれども赴任した年ですね最初のバプテスマが行われた直後の写真なんですけれども、えーまあ、こういうあのバプテスマがあれば、まあ、この時バプテスマ受けた人がこの帰る時の写真ですね教会員が本企画が決まった時必ず派遣式っていうのをするんですがその様子ですで。私たちの教会は 駐在院が本当ににに集中的に住む地域にある教会なのでその年によっては本当に送り出す方の方が圧倒的に多いということがあります。で最近は本当に送り出す人がどんどん多くて続いてですね礼拝出席者はかなり少なくなりました。で一方ですね少ない教会員なんですけれども福音の種まき。 精力的に続けていますでこれは昨年12月に行われたゴスペルコンサートの集合写真なんですけれども、まあ、年に2回のゴスペルワークショップにはおとも大人人子供合わせて平均70人以上が集まりまりすでもで参加者の約8割がノンクリスチャンの駐在員なんですね。で毎週練習,練習前に、まあ、おとも何も子供にも10分ほどバイブルメッセージ。 いやクリスチャーの証などを聞いてもらってますでも、えー、これは、えー、昨年の親子クリスマス礼拝の集合写真なんですが、まあ、このようにイベントにはですね結構多くの休養者が集,集まるんですね。で福音を聞いていただく種をまく機会というのはかなり多いんですけれども、まあ、なかなかね、あのー、礼拝者となっていくっていうところまでいかないというのが現状ですね。 まあそれでもでもすね、1990年からこの働きが始まって以来、まあ、合計するとおよそ100名以上の駐在員が教会員となってまた日本へと送り出されていったというね、えー、そういう歴史があります。それで、えー、招いてですね救い、えー、と導いて送り返すという働きをし続けて、まあ、現在の教会員の数はというと正式な席、ね、を持つ メンバーは10名ちょっとぐらいですで日本の支援協会からの祈りと支援に支えられながら本当に少ない人数なんですけれどもあれやこれや工夫して伝道に取り組んでいるっていうそんな感じですね。で「えー、笹川宣教師を支える会」っていうことで検索しますと私たちのね、えー、この「支える会」のホームページが出てきます。でここにいろいろな活動の詳細 や支援の方法などが書かれていますので、ぜひ、えー、ご覧になっていただければ、えー、感謝です。えー、さて、えー、私たちのニューヨーク恵み教会は、まああの今お話した通り常に入れ替わりがあるという意味で、本当に浮き沈みの波が絶えずあるわけです。で人生の節目節目 という区切りでもですねあの、まあ、その日その日っていう区切りでもその時その時で一人一人のうちにアップダウンっていうのは絶えずこう繰り返されているわけですね。でその落差とか周期っていうのは個人差があるんですがそのこと自体は決して悪いことではなく、まあ、生命特有の周期というんでしょうかねバイオリズムの現れといえるでしょう。 そしてこの、まあ、バイオリズムが本来の健全な状態から崩れてしまうとねそれはあらゆる私たちの、ね、うちに生じるそういう、ね、バイオリズムの崩れとか、まあ、その対策についてはね情報としてはいろいろと出回っていますけれども聖書的に言うならば。 健全なバイオリズムを保つその秘訣はやはり週に一度のこの「主の日」「安息日」の過ごし方だと思います。まあ、週に一度は礼拝で神からの祝福を受け心も体もゆっくり休めて神と向き合うその時間を持ちますと心も体も魂もその「 ね、バイオリズムがですねでは神との交わりという恵みがないと、まあ、どうなるかそうなるとですねその人の中で起きてくるアップダウンというのは生命,特注生命の特徴としてのバイオリズムとはまた別のいわば罪の現れ として出てて出くくるるアップダウンが目立つようになってくるんですね、まあ、例えばですね自分が欲しかった何かが手に入ればアップなんだけどもそれが手に入らなかったり別の人が手に入るのを見たりするとこうダウンっていうね人の不幸を見るとアップして <laughs>、ね、でっていうようなね本当にこうあの妬みやいろんなねあのものが引き起こすアップダウンですね。 自分の嫌いな人や自分を傷つけた人がひどい目に遭うとアップアップするみたいなねでも、まあ、近くの人が自分よりねあの引き立てられたり褒められたりするとダウンするというようなねこれは罪のあらあれとしてのアップダウン決して完全な、えーね、アップダウンではないですねでもこの世界は基本競争社会ですから。 そのようなねパターンの中ではダウンの方が当然自然と多くなってくるわけですするとそのねアップダウンのこうバランスを取りたいっていう衝動が生じてくるわけですねで自分でなんとか自分をアップさせようといろいろするわけです、まあ、嫌なことストレスを忘れて気持ちをアップさせるために、まあ、昔のね日本のサラリーマンだと え仕事帰りに、ね、居酒屋で一杯最近こ,これあんまりないんでしょうかね今では部屋で一人でオンラインゲームっていう人が多いでしょうかまたたまの休暇には一人であるいは家族で旅行したりそんなふうにですねなんだかんだでこう自分をアップさせていくでもね、えー、そういうものにかかわらずやっぱりダウンの圧力ってドカッとこうくるわけですね。で 全体的にもう自分を、ね、ダウンさせる圧力がかかっていく場合といろんな、ね、状況をうまくいって自分がアップしてくるな来てるなという、ね、感覚になってくるかどっちかに分かれていくということになるわけですね。で一般的にはそれが、まあ、アップが多かった方が勝ち組で、まあ、ダウンばっかだった方が負け組なんていうふうに言われるわけです。 でもそのような人生模様に聖書の光が当てられますとすべてが一変するんですね。で聖書的にはもうダウンダウンの連続で心が本当に砕かれた人がそれをきっかけに救い主と出会うならばもうその人は本当に最高の勝ち組なんです。まあ、逆にアップの連続 で味を占めた人がね傲慢とか支配欲に取りつかれて、まあ、再現のない欲望の奴隷となってしまうならばそれはもう最悪の負け組となりますでかつてのパウロはですねこの後者のパターンつまり人の目には勝ち組でも聖書的には最悪の負け組の一人でした。 当時のユダヤ人としてはもうこれ以上ないほど恵まれた境遇と立場にいたわけですねパウロはもういい、ね「いいねいいね」の塊のような人生それが救われる前のパウロでしたけれども人からの称賛を浴びてですねこう独善的な正義と支配欲に取りつかれて その熱心さが暴走してていってですね暴力的にキリスト教会を迫害するというところにまでいたとでところが不思議な形で神が人となられたイエス・キリストと出会い精霊に満たされるとパウロは今までの自分の本当に盲目さに、ね、気づかされたそして神の真理に目が開かれたんですね。 そしてその後も神の啓示の素晴らしさというものをさまざまな形で体験していきましたでその後パウロを襲った数々の災難の中で主はますますパウロにいろいろな形でご自身の素晴らしさを表されましたでところがパウロには一つの 悩みがあったんですね主から頂いただいたまものの一つ癒しの賜物を用いて多くの人に癒しを与えていたパウロなんですけれども自分自身が抱える病から来る痛みがどうしても癒されなかったんですね。でその ね、トゲと呼ばれる病がどのようなものであったのかというのは具体的には明らかにはなっていないのでわからないんですがただ「トゲと訳されている言葉の由来がいであるということからそれはまるでですね自分の体にいを打ち込まれているようなそんな相当なね辛さを伴うものであったのかなということはこ推測できます。 ですから一つ確かなのはねこの病から来る痛みから解放されさえすればもっともっと力強く、ね、宣教活動を行うことができたということなんですですからパウロは悪したはずですなんでこの自分の祈りだけがこの切なる願いだけが叶えられないのか。 自分の願いが叶えられることによってさらに神様の栄光が力強く明かしされていくチャンスが与えられるはずなのに祈りの動機は自己中心的なものではないはず間違ってないはずなのに「主よどうしてですかなぜですか?」とパウロは心を注ぎ出して答えを求めたと思います。 すると精霊がパウロに一つの気づきを与えました。はい、自分はいつの間にかあまりにも素晴らしい主と驚くべき主の見業を体験する中でどこか得意になって自分を誇っているというところがあったんだ。このの痛みが解消されないのは くれぐれも自分が勘違いして高ぶることがないようにというそういう種の恵みなんだった恵みだったんだということに気づかされたその刑事の素晴らしさのため高慢にならないように、まあ、その刑事の素晴らしさというのはねこの箇所の前の部分にいろいろ書かれてるんですけどもね高慢にならないように私は肉体に一つの棘を与えられました。 それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。パウロがあえて、ね「サタンの使い」という言葉を使っているのも面白いですよね。おそらくねこれ,呼ぶ気が意識されていいたんんじゃないかなかと思うんですね信仰深く経験だった呼ぶに耐え難いような思念を与えて 何とか神とえ神,との,、ね、神と,ヨブとの関係をぶち壊してやろうと画策したサタンでしたが神はヨブの信仰をさらに高め祝福するためにサタンがヨブに与えた棘突き通された悔いさえも用いられたですよね。でパウロは 癒しを願う祈りが叶えられず辛さが続くという体験の中で今まで自分をねこ高揚させてきたさまざまな素晴らしい啓示以上の素晴らしい啓示を受けたと言えるかもしれません。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は「私の恵みはあなたに十分である」。 私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました弱さのうちに表される神の力主の器が高慢にならないための神の配慮とも言えますがそれゆえにしばしば神は 人が願い求めることとは正反対の方法で人に祈りに応えられることがあるんですね。キリストキリストの力と人間の力この二つを言い換えるならば聖なる神の無限の力と 罪にまみれたなきに等しい力、まあ、この罪にまみれたなきに等しい私の力が聖なる神の無限の力によって覆われるためにキリストは弱いものとなって十字架の上で死んでくださいました十字架の上で目書きされた 罪を贖う神の子羊の姿それは悔いを打ち込まれ死者の世界へと下ろうとする最も無力な人間の形を通して表された神の愛神の力神の御技でしたその神の愛神の力神の御技が 私を覆い私の力となるためには自分を誇ったり神の前に高ぶったりというねそのようなねことがくれぐれもあってはならないその意味で自分の弱さがその誇りや高ぶりの目を摘み取ってキリストの力が何の妨げもなく私を覆うならば。 その私の弱さこそが私の誇りとなる。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。 弱さを誇るというこの聖書的感覚理解できたでしょうかこれまで見てきました今日の聖書箇所ですねまあ実際に皆さんねいろんな形で体験すると思うんですがそのうちの一人ですね無名の人物が作った そのの証としての有名な詩があるんですねそれがニューヨークシティのある施設に掲げられているんですけれども皆さんご存知でしょうかニューヨークシティ34番街にある物理療法リハビリテーション研究所というところの受付の壁にですねこんなふうにこうその詩は掲げられているそうです。 である兵士の祈りと一般的には訳されてるんですが、まあ、英語では A for those who have suffered で「ある兵士の祈り」という表題はこの作者が南北戦争の時に、ね、従軍した兵士であったという、ね、そういう言い伝えに基づいています。まあ、これからですね一般的にネットなどで,でシェアされている日本語訳を 見ていきますがところどころねちょっと訂正が必要な箇所があるのでそれも同時に見ていきたいと思います大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに謙虚さを学ぶようにと弱さを授かったで、この訳ではですね o b e っていう言葉が無視されちゃってるんですがこれは明らかに神への信頼 とというううここなのでで正ししくはこうでしょうね謙虚に神に従うことを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのにより良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった。 世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに得意にならないようにと失敗を授かった。でここではですね、えー、このなぜか「I might feel the need of God」っていうのがちょっとね省かれちゃってるんですねそれで訳されてるんですが正しくはこうでしょうね「神が必要であることを感じるため弱さを 授かったこうなるでしょう人生を楽しもうとたくさんのものを求めたのにむしろ人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられたまあこれもですね、えー、英文と見比べるとわかるんですが。 イエス・キリストによる救いによって与えられる永遠の命をよく知らなかった翻訳者が仕方なくねえー、訳したんだと思いますがシンプルな生活とはどこにも書かれていません正確には「すべてのことを楽しめるように」と「命」を授かったと書かれています。この命とは クリスチャンなら分かりますよね神の子供として与えられた新しい祝福された命イエス・キリストによってしか与えられない永遠の命です求めたものは何一つとして与えられなかったが自分では意識しない言葉にさえならなかった祈りも含めて願いはすべて 聞き届けられていたまあこの箇所もうかなりね大事な言葉は大胆に省略してるんですが書かれている通りに訳すならばねこうなりますね求めたものは何一つとして与えられなかったしかしほとんど私の意に反してではあるが言葉とならなかった祈りが聞き届けられ私の願いはすべて 叶えられたそして結びの言葉私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだまあ、これは文字通りにという意味でも聖書的な意味でも現在形ですねこれは救いの喜びです私はあらゆる人の中でも最も豊かに祝福されている I am です。作者不明のこの詩を作った人物が南北戦争の時の南部連合の無名の兵士だったということがもし真実であるならばこの人は戦いの最前線で多くの仲間を失いしばしば死の恐怖を味わったことでしょう。 もしかしたらいやかなり高い確率で敵を倒すつまり人を殺したということに対する痛みもあったかもしれません。まあ、そこから来る激しい罪の呵責もあったかもしれません。自分の願いとは正反対の悪夢のような現実をくぐり抜けてきて今あるものは健康ではない体と貧困。 でもこの詩を見る限りこの人はその中で命を授かったつまり救い主と出会い救われてイエス・キリストのうちにある永遠の命に預かることができたそして人の願いを超えて最も必要なものを絶えず与えて 天の御巳まで寄り添ってくださる神を知っただからその喜びを歌にしたんです「I am among all men most richly blessed」これはすべて 人の願いをはるかに超えた最善をなしてくださる神と出会い救われた者の喜びの言葉です。なぜどうしてこんなことが起こるのかどうして思うようにいかないのかと落ち込む時にも信仰を持って主を見上げ主と語り主の恵みを受ける時にもたらされる「 新しい喜びですこの無名の兵士と同様に貧しい境遇の中で病気の痛みを抱えつつ日々実際に敵か,らの敵から命を狙われていたパウロはこういう言葉で証しをしています。ですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱 苦悩迫害困難を喜んでいますというのは私が弱い時にこそ私は強いからです人々の病は癒せても自分の最も気になる病が癒されない <laughs> 最も個人的にはね救われてほしいと願っているユダヤ人が <laughs> ますますかくなりになっていく。 自分を不当に訴えて殺害までしようとしてくるまたユダヤ人だけでなくねアテネのねあのアルテミスの神殿で起きたようなこともある違法人からも、ね、ものすごいこう迫害を受けたりするそれら一つの一つのことは災いでしかないでも確かにパウロはその都度その中でより一層自分自身が砕かれて神の御技を体験したんですねそしてますますす 神の素晴らしい啓示を受けて自分が強められるという体験をしました。この十二章十節はそのことの証ですね。証であると同時に招きでもあります。辛い出来事や境遇、自分自身の弱さなどで途方に暮れるとき。 またなかなか願いが叶えられない祈りが聞かれないという状況の中で自分の無力さを感じる時その他様さまざまなことでダウンする時落ち込む時は思い起こしたいんですね。そのような時こそ人の願いを超えて最善をなしてくださる「主」を 味わい見つける見つめるという時であるということそのような時こそ自分は今キリストのうちにあって最も祝福されているんだという事実を喜ぶ時だということ思い起こしたいと思います短く黙祷しましょう。 お祈りします私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからである天の父なる神様すべてを働かせて益としてくださる主の皆をあがめます私たちは自分が願い祈った通りになるかならないかで 気持ちが上がったり下がったりするものですが人の願いをはるかに超えてご自身の栄光のために絶えず三国の民を強め祝福してくださる主をいつも味わい見つめ褒めたたえることができますように砕かれて弱さを知る者の救い主 主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン